ジェラルド・アン・ソニー・グリーン・ジュニアは、アメリカ合衆国テキサス州ヒューストン出身の元、プロバスケットボール選手。2005年のマクドナルド・オール・アメリカンの、スラムダンクコンテストと2007年の NBA、スラムダンクコンテストで、優勝。2008年の NBA、スラムダンクコンテストでは、準優勝し、スラムダンク王に輝いた経歴を持つ。ポジションは、シューティングガード。 スモールフォワード。中学からバスケやアメフトをプレーした。高校では一度留年を経験するなど、グリーンのバスケット生活はしばしば学業に足を引っ張られた。グリーンが高校4年生の時には、平均33得点12リバウンド7アシスト3、ブロックの成績を残し、マクドナルド公園のオールアメリカンチームに選出された。大学には進学せず、 2005年の NBA ドラフトで、ボストンセルティックスから一巡目18位で指名を受けて、NBA 入りを果たすものの、すぐに D リーグ送りとなり、シーズンの半分以上をフェイエットビルペイトリオッツで、過ごした。そして2006年2月3日の、ロサンゼルスクリッパーズ戦で、初めて NBA のコートを踏む。 ルーキーイヤーは32試合に出場し、5.2得点1.3リバウンドの成績に終わった。2006から2007シーズンには81試合に出場し、平均22.0分で10.5得点2.6リバウンドの成績を残し、2007年4月10日のアトランタホークス戦では、自身初の30得点以上となる33得点を挙げた。一月に、 チームのエースであるボールピアースが怪我でチームを離れた際には先発に起用され主に得点面で活躍したもののチームは悪夢の18連敗を記録するまたスラムダンクコンテストに出場し前スラムダンク王のメイトロビンソンを手で目隠しをして飛び越えてダンクを決めるなどのパフォーマンスを披露し優勝を果たした 同年7月31日、ケビン・ガーネットとのトレードにより、グリーニを含む5選手と共に、ミネソタティンバー・ウルブズへ移籍した。ウルブズでは満足のいく出場時間を得られぬまま、07から08、シーズン途中に生まれ故郷の、ヒューストンロケッツに放出され、わずか1試合で、解雇、08から09シーズンに、ダラス・マーベリックスでプレーした後、NBA を離れる。その後ロシア、 中国を経て NBA ニュージャージーネッツに加入し NBA 復帰。11から12シーズン3月にはブレイク・グリフィンやレブロン・ジェームズらを抑え年間ベストダンクに選ばれた驚異的な跳躍力を駆使したアリウープを披露。2012年7月12日インディアナ・ペーサーズに移籍した。2013年7月27日マイルス・プラムリー。 2014年のドラフト一巡指名権と共にルイス・スコラとの交換でフェニックス・サンズに移籍した。2013から14シーズンは全82試合に出場し平均28.4分で15.8得点を記録するなど自己最高の成績を残した。チームとしては48勝のカンファレンス9位で惜しくもプレイオフには出場できなかった。 2015年7月9日、マイアミヒートと1年契約を結んだ。2016年7月23日、ボストンセルティックスと契約した。2017年9月22日、ミルウォーキーバックスとトレーニングキャンプに関する契約を結んだが、シーズン開幕直前に解雇された。2017年12月28日、ヒューストンロケッツと契約。 2018年1月3日のオーランドマジック戦で27得点、4日のゴールデンステートウォリアーズ戦では29得点を記録、先発出場した4月11日のサクラメントキングス戦では31得点の活躍だった。プレイオフでは自身初めてチームの全試合に出場し、怪我のクリスポールを書いたカンファレンスファイナル第7戦まで重要な戦力として、 奮闘した2020年2月5日、グリーンは4チーム間のトレードで、デンバーナゲッツに放出され、ナゲッツは後にツイッターを通じて、グリーンを解雇したと発表した。2020年12月1日、再び、ロケッツと非保証の1年契約を締結。しかし、シーズン開幕前に解雇された。2021年10月22日、現役引退を表明し、 ロケッツの選手育成担当コーチに就任したことが発表された。ありがとうございます。